大正解約聖書。大正解約聖書は、それまで用いられた明治元分聖書を、大正時代にプロテスタント宣教師たちが解約した日本語訳聖書である。明治元分聖書は、英国外国聖書協会などによる、初の本格的な日本語聖書出版であったが、その不備も当事者たちには認識されていた。特に、それまでの標準的な英語訳聖書であった。 近帝約聖書にとって変わる改正約が現れたことなどから日本語約聖書の改訳が行われた。新約聖書が1917年に改訳新約聖書として出版され、これが大正改訳聖書と呼ばれている。旧約聖書も改訳作業が行われていたが完成しないまま戦後になって方針が交互訳に転換された。したがって大正改訳には 旧約聖書は含まれていない。近帝約聖書が1885年に改定されて以来、日本語訳でも改定の声が高まっていた。改約の試みとして、形成者がスポンサーになり、1905年に聖書の改約を試みたことがある。1905年5月11日、東京キリスト教青年会館で、改約のための最初の会合が開かれ、内村勘蔵。 上村正久、尾崎高堂のキリスト教会の重鎮と、新神気鋭の聖書学者柏園を加えた4名が集まった。形成者は解約の期間として3年間を想定して、毎月150円の経費負担を約束した。そして、翌週5月18日から、毎週木曜日に集まり、ヨハネ伝から解約事業を始めた。7月6日には、 合同作業に不満を覚えた内村が辞意を表明する。翌週7月13日から夏休みになり、9月14日に再会するが、尾崎が渡米中で、内村、上村、柏井の3人で会合を持つが、11月6日付で、内村が上村に脱退の手紙を送り、翌1月10日に改めて3人に病気を理由に、辞退届を送り、事実上解約会は解散した。 1906年6月12日東京で最初の新約聖書解約常置委員会が開催された。委員はミッションの代表と米国と英国とスコットランドの聖書会社からなっていた。これにより1910年1月11日に解約委員会についての取り決めがなされた。そして解約委員の使名としてチャールズ・デビソン、ヒュー・ホス、D.C. グリーン。 チャールズ・ハリントン、別所梅之助、藤井トライチ、川添、松山の8名が挙げられた。日本のプロテスタントの親睦組織である福音同盟会は聖書解約の特別委員を本田ダ・一、星野幸太の2人に移植する。2人は宣教師と米国、英国の聖書会社との交渉と解約委員の選定に当たった。1906年に 福音同盟会は解散する。新たに、日本キリスト教会同盟を発足させるた、えめに、最後の会合を行う。福音同盟会の会長により、本田洋一、星野幸太、元田作之進、綱島克地、渡辺元の5名が選出される。聖書解約の計画は、日本キリスト教,教会同盟に引き継がれ、翻訳委員が選ばれた。 1910年1月20日に松山隆義は英国聖書会社のパロットから委員就任の依頼を受ける。3月12日に東京キリスト教青年会館で解約委員会の第一回会堂が開催され D.C. グリーン、ジョン・ダン・ロップ、ヒュー・フォス、別所梅之助、松山隆義の5人が出席した。柏シワは辞退する。3月14日には 第2回の会合では、ヘンリー・ルーミスが4月から出席することと、川添万寿族と、藤井トライチが追加された。シー・デビソンとシー・ハリントンも加わる。第2回会合で、松山高義が解約について10カ条になる意見を述べた。それは、4月13日に解約委員会によりほぼ了承された。 翻訳のために採用されたギリシア語の原点は、ネストレ版の原点か、ウエストコット・ホルト版に加えて、英語の改定訳を参考にしたと言われる。解約の作業は1910年3月から行われた。解約の作業は、まず分担して、下訳が作成され、小委員会の中でそれぞれを通してに、3回の検討が加えられ、最後に、 全体で決定する手順で行われた。小委員会は最初は委員の支度や営難坂協会で行われ、最終的に青山学院で行われた。小委員会は連日開催されたので、小委員会の継続のために委員のメンバーは専従になり、報給が支払われた。最初に改定されたのはマコデンで完成した段階で、市役本として聖書会役委員会役、 マコ福音書が印刷され、1911年6月22日、米国聖書会社、英国聖書会社から刊行された。これは、教会同盟委員、本田洋一と星野光太の連盟による和文の序文と、翻訳イングリーンの英文序文が付与されている。参考文献として、改正訳、シェルシェウスキーの中国語訳聖書、ロシア正教会訳日本語聖書、 ネイサン・ブラウンに訳聖書、カトリック教会のラゲ分けなどが記されている。解約の特徴としては、マコデンについて、サコン・ギヒツ、サンナミ、リョウ、杉浦・テイジローラが細かい学術的な批判を展開したが、別所梅之助が反論する。川添いは、マコデンでいいとしたが、別所は、マルコデンが良いとする。この結果最終的に解約聖書では、マルコデンが採用される。 その後、1912年にフジート、藤井とライチが委員を辞退している。1913年のグリーンの死後、代わりに同志社大学教授の D.W. ラーネットが委員に加わる。1917年2月に7年の歳月をかけて完成し、1917年10月5日に、解約新約聖書が刊行された。 明治元明の新約聖書から37年ぶりの改悪であった。明治元明に比べて正確になったことに加えて、日本語として読みやすくなったことが評価されている。何よりもこの和家は、教会外の人にも多く読まれ、日本におけるキリスト教理解に大きく貢献した。目から、鱗が落ちたや、狭き門より入れのように、日本語の制句として定着した言葉も多い。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。